こんにちは、夏みかんです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスターシフ編進めてます。前回はマリストリックを手に入れました。今回はね、ラファエルを仲間にしてサルウィン戦に備えたいと思います。シフ編は8周目なので、早くサルウィン倒してちょっとしたおまけをみんなと一緒に見たいので、今日は頑張って進めます。それでは行きましょう。あんたが偽物なのはバレてんだよ。陰謀もこれまでだね。ではこんな窮屈な姿をしている理由もないわけだ。もともとシフ編はシフと坊やたちっていうテーマで仲間を集めるつもりだったので、アルベルト、ナイトハルト、あとラファエル、そして最後の一人どうしようかなと思ってたんですが、今回はエルマンにしようと思います。まあ、いや、エルマンは坊やなのかっていう疑問符は確かにあるんだけど、エルマンは実はサルウィン戦連れてったことがないんですよね。ですので、この機会についてきてもらおうかなと思ってます。ラファエルを仲間にするときはジャミルを外してラファエルを入れようと思います。いや、あの、最後の一人をジャミルかエルマンかギリギリまで迷ったんですけど、ジャミルは一回サルウィン戦行ったことがあるので、ここではちょっとエルマンにしようかなと思ってます。あの、サルウィン戦の最後にサルウィンと戦うときにみんな一言ずつ最初のターンに言うんですけど、あれってジャミル主人公の時とそうじゃない時でちょっとセリフ違うかな。セリフ違うとしたらジャミル連れてくっていうのもありなんだけどね。まあでも今回はエルマンを連れてこうと思ってます。ただエルマンまだあんまり技を覚えきれてないので、サルイン行く前にちょっと技をひらめかせてから行こうかなと思っております。そしてね、前の動画かな、でも話してたんですけど、このシフ編が終わったら今度は究極サルウィンを倒しに行くデータを作ろうと思っているんですね。でそのメンバーよ、バーバラ、クローディア、アイシャはもう決定してるんです。残りのメンバーをどうするか、あと2人どうするかをまだ悩んでて、エルマンのね、技のひらめきによってはエルマンもありかなと。 LP がとにかく高いので、迷っちゃいますね。まあ LP 高いといえばダウとファラー、そして前に動画のコメントで教えてもらったゲラハなんかも候補になって、まあ、みんなね、それなりに結構ね育ってくれてるんですよ。迷いますね。技の豊富さで言うとモニカとかグレイ、あとミリアムなんかも候補に入ってきます。そしてシェリルもいいですよね。 LP 多いし、クラス特性の予言者も結局サルウィンでは役立つのかなという気もしていて、もう選択肢が多い。6、7人ぐらい連れてきたい。6人連れてって控えで1人とかやりたいぐらいです。はい、というわけで倒しました。では進めましょう。君には世話になったな。コンスタンツがお威厳したとへ行ってしまってからこの城も寂しくなった。私には後を継ぐ者がいない。どうだろう、君がここの後継ぎになってくれないか。いや、今のはただの冗談だよ。気にしないでくれ。いや、結構ガチに聞こえるのよ、テオドールさん。サルウィンと戦う覚悟はできた？あ、ではこの火のルビーを受け取りなさい。火のディスティニーストーンよ。さあ、ではここで竜の庭に行って、竜の庭イベントクリアすればラファエルを連れて行けるようになると思いますので、ここでちょっと寂しいですがジャミルとお別れしたいと思います。あとは3地点の発表もあるはずなので聞いてみよう。サルウィンの復活が間近に迫っています。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。サルウィンは悪しき神ではありますが強い神です。サルウィンと戦うためには特別な準備が必要でしょう。あなたのためになるかどうか分かりませんが、こんな話があります。英雄ミルザは
最初から英雄だったわけではなかった。数多くの戦いを乗り越え、人々の信頼を勝ち得て、次第に英雄と呼ばれるようになった。神々はついにミルザをサルーインと戦う者として選んだ。ガレサステップの太陽の祭壇へと神々はミルザを招いた。太陽の祭壇は神々の最終試練の地へと続いていた。英雄ミルザは神々の最終試練を見事突破し、銀の戦士ミルザとしてサルーインとの戦いに赴いた。ミルザとその仲間たちはサルーインと戦い、見事サルーインを封じた。だが彼らも皆力尽きた。エロールは彼らの魂を天界に引き上げた。銀の戦士ミルザと4人の仲間は天界の星として輝くことになった。最終試練？びっくり。てっきりオールドキャッスルだと思ってました。ディスティニーストーン3個しか取れてないんですけどね、今回ね。ブラックダイヤとアメジストとルビーしか持ってないんですけど、なのでオールドキャッスルかなと思っていたんだけれど、シフのエロールの進行度が高いんですかね。まあ悪いことはしてないですからね。よし、じゃあ竜の下は進めましょう。ラファエル、いよいよお前がこの城を継ぐ時が来た。お前はこれから竜の庭へ行き、竜騎士と会い、城の後継者である証を示し、竜騎士から奥義を学んでこなければならない。私にできるのでしょうか。バカ者、できるできないではない、やらねばならんのだ。はい。竜の庭だとか竜騎士だとかの話は初めて耳にしました。これはこの城を継ぐ者にだけ伝えられてきた秘伝、テオドールでも知らぬことだ。ちょうど良いところへ来てくれた。ラファエルの手助けをしてやってくれないか。ありがとうございます。ラファエルもいい声してますよね。すごい好きな喋り方です。さあ、じゃあクラスを整えたいと思います。仲間にしたことはあるんだけど、あの騎士団の誇りにかけてイベントとかで仲間にしたことはあるので、ヒットポイントはめっちゃ高いんですけど、技もいくつか覚えてるんですが、クラスは上げたことがないんですよね。城塞騎士にしようかなと思ってたんですけど、でも見習い騎士の倒れても BP を失わないっていうのも結構いいなぁと思って見習い騎士にすることにした。もうオイゲンシュタットの城を継ぐかもって言ってるのに見習い騎士も何もないけど、本当は城塞騎士にしたいけど、でも倒れても BP を失わないは結構大きいかなぁと思いまして。この竜の谷を抜けたところに竜の庭があります。さあ行きましょう。よし、では竜騎士のところまで来たので、フォーメーションを変えたいと思います。前衛、中衛、後衛で順番に技を出していくのがポイントなので、アルベルト、エルマン、そして最後ラファエルに決めてもらおうかなって思います。我は騎士ラファエル、ミルザの盟友にして騎士団の創設者オイゲンの後を継ぐ者である。竜であり騎士である者よ、オイゲンに伝えし奥義を我に与えよ。騎士の技を与えしオイゲンの真偽に応えよ。勝利条件、陣形、竜陣を完成させろということですので、竜陣を作っていきます。竜陣を作るには前衛、中衛、後衛の順で攻撃できるように行動順を整えて、そして同じジャンルの技を使う、移動技とか、そういうジャンルが同じものを使っていくのがポイントなので、移動技を打っていこうと思います。アルベルトはカットイン、そしてエルマンは、エルマン棍棒の移動技天狗走り、そしてラファエルはカットインいけるかな、カットインにしましょう。
これつながるかな。天狗走りとカットインって連携するかな。お、攻撃陣にはなった。天狗走りからのカットインはいけそう。でもカットインからの天狗走りがいけるのかな。これがいけないともうダメな気がするんだけど、ちょっともう一回やってみよう。ダメだったらちょっとアルティマニア見よう。よし。あ、ダメっぽい。これ繋がらないんじゃないかな。ラファエルごめんだけど、最後をラファエルに飾らせるのはちょっと無理かもしれない。持ち技の関係で陣形変えれば、ルナビ変えればいけるかもなんだけど、アルベルト、ナイトハルト、シフでいきます。これなら多分つながるはず。ということでごめんね、他の2人は防御しててね。押してた。オッケー、やったね。終了、クリアしました。じゃあこれでラファエルが仲間になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。ありがとう。また見に来てください。ありがとうございました。